欢迎收看时事中国。在台湾，民众党主席柯文哲卷入贪污案被廉政署带走调查，调查人员又搜查他的住所和办公室，带走部分证物。台北市地检署和廉政署人员上午大约7:30进入柯文哲的住所搜索。台湾 TVBS 报道，搜索行动持续超过4小时，之后柯文哲现身。今天是台湾历史上第一次，主要在野党的党主席的住家、办公室，还有中央党部也都被搜索。当然，我非常坦荡，我知道我没有问题。我也希望执政当局要清楚的说明，他今天是有什么证据，哦，要做这个动作。我们还是希望台湾的司法是可以被信任。廉政署在接近中午的时候，将柯文哲以被告身份带回去调查。上午亦都有另一批調查人員去到柯文哲的辦公室搜索，行動大約2小时之後結束，當局帶走包括電腦等的證物。柯文哲捲入的貪污案涉及他任職台北市長期間，台北市京華城改建項目地積比率由原來的392%大幅升至840%。當局調查發現，開發商威京集團和台北市議員應曉薇的帳戶有多次異常往來，總金額超過4000萬新台幣。應曉薇和威京集團主席沈慶京已經被羈押禁見。加油！除了京華城案，柯文哲近期亦都涉及多項爭議。他星期四召開記者會，宣布就民眾黨主席一職請假3個月，讓支持台灣民眾黨的朋友們失望哦。我在這地方還是要表達一個抱歉，我個人也要好好反省一下，我到底還能不能帶領台灣民眾黨。柯文哲被指參加2024年大選的時候，經費申報不實，金額超過1900萬元新台幣，又涉及政治獻金、假帳等嘅問題，民眾黨就將責任歸咎於會計師。無線電視記者陳雪儀報導。台灣メディアによりますと、第三政党民衆党の柯文哲主席は、台北市長だった2020年、商業ビルの再開発をめぐり、容積率を不正に引き上げ、業者に便宜を図った疑いが持たれています。検察当局は昨日、柯氏の自宅などを捜索し、任意で取り調べを行っていましたが、柯氏が聴取の継続を拒否したため逮捕したということです。柯氏は昨日報道陣に対し、私は自分の潔白を分かっている。当局はどんな証拠を持っているのか説明してほしいなどと主張していました。柯氏は今年1月の総統選挙に立候補し敗れたものの、若者の支持を受け、議会では民衆党が議席数を伸ばしキャスティングボードを握っていました。しかし総統選挙の政治献金について会計報告で虚偽記載も発覚し、民衆党の好感度は一月で10ポイント近く下落しています。台湾政界の第三勢力民衆党の柯文哲党主席が汚職の疑いで31日未明に検察当局によって逮捕されました。柯文哲氏は1月の総統選挙に立候補し、既存の二大政党に不満を抱く層の受け皿として注目されました。地元メディアによりますと、台北市長を務めていた2020年、開発中の商業ビルの容積率を大幅に引き上げる不正に関わった疑いが持たれています。柯氏は30日自宅の捜索を受けた後に検察官とともに姿を現し、私は潔白であり何も問題はないと報道陣に説明しました。民衆党によりますと、柯氏はその後31日午前2時まで取り調べを受け、夜間の聴取を拒否したところ検察当局に逮捕されたということです。民衆党は長時間の過酷な取り調べを拒否したことを全面的に支持するとコメントを発表し、逮捕手続きの合法性を慎重に審査するよう裁判所に求めています。BC 中文网就整理了柯文哲从标榜要超越蓝绿、备受选民期待新政治，到如今卷入政治丑闻官司缠身的来龙去脉。
柯文哲的案情进行了相关的报道。柯文哲拒绝夜间侦讯，北检已有勾串之余，当庭逮捕柯文哲。台北市金华城的容积率在柯市府任内暴增到840%，遭外界质疑护航业者。检方突袭搜索柯文哲住处，登上了微博热搜，包括央视都报道。中国网友也很关心，有人戏称王世坚何时要去土城送爱心便当，还有人说这是柯文哲自找的结局，更有人封他是台湾影帝。NHK 网站斗大标题写着：台湾第三大政党民众党领导人因涉嫌贪污遭逮捕。联社则以台湾国会关键角色称呼柯文哲，并以因政治现金丑闻暂时辞去党主席职务为标题来报道柯文哲请假3个月。30号一早，台检方突击搜索了柯文哲的住处，将搜索后可能会以被告的身份来传唤柯文哲，也不排除对其采取强制处分。外媒质疑民众党地位岌岌可危，柯文哲案也持续在海外发酵。